ではここで一人一人メンバーの紹介の方をちょっとしたいと思います。ちなみに去年も1年前もこの木管五重奏の演奏会を行わさせていただいてですね、で私が司会をやったんですけれども、本人の了承を得ずまま、えらいいじったらですね、みんなに散々怒られてですね、でも今年も全力でいじりたいと思います。はい、じゃあ、向かって左側の方からいきたいと思いますね。はい、練習室から聞こえる美しいフルートの音色、しかし部屋を覗くと明らかに音色とギャップのある体育会系の姿。でもこの木管五重奏に使う曲の編曲はこの人がやってるんですよ。フルート菅原圭一伊藤理事長。ギネスブックに世界一難しい木管楽器と記されるオーボエで美しい音色を奏でます。中音の演奏会でも数多くのソロを聴かせてくれていますが、その重責からか夏場は毎年夏バテ気味、体重30キロ台になることもしばしば。大好きなアルコールが一番のカロリーの源です。オーボエ佐藤さやか担当です。メンバーの中で最年長、しかしまだまだ甘く艶のある音を聞かせてくれます。愛車のフランス車プジョーに合わせてトレードマークのパンチパーマから可愛らしい髪型にイメチェンしました。ファゴット石田勝る一等リスト。柔らかな音色はあたかもヨーロッパの森の中で響いてきそう。オーボエに引き続きホルンはギネスブックに世界一難しい金管楽器として掲載されています。音色だけでなくその柔らかな物腰は周囲の人を癒します。ただあまりに癒し系くまモン体型のため最近男性にも癒しを求められるのが悩みのため、ホルン長竹秀治伊藤理事長。クラリネットの演奏はもちろん演奏会のプログラミングなど知識豊富で超アクティブ。そう、それはこの髪型、山田五郎に勝るとも劣らない。ちなみに家に帰れば2人のお子様の優しいパパ、散髪は愛する奥様の手によるものです。クラリネット植竹智和です。ドラムセットをはじめとしてどんな打楽器でもこなします。さらには自衛隊音楽祭り武道館のステージでバイオリンまで弾きこなします。九州出身のツヤな男バイパーカッション小林スタッドを一等リスト。そして本日我々の演奏をお手伝いしていただいておりますピアノ桜庭みどりさん。そして成人病、先日の成人病検診で1年前より7キロ体重が増加してたのが判明いたしました。司会の加藤さんそうでございます。それでは次の曲へ参りましょう。ロシアを代表する作曲家チャイコフスキー、たくさんの名曲を、残していますが、チャイコフスキーの三大バレエといえば皆さんご存知でしょうか。1曲目は白鳥の湖、2つ目は眠りの森の美女、佐藤さんありがとうございます。そして3つ目がくるみ割り人形です。今日はそのくるみ割り人形の中から花のワルツをお聴きください。
うん。